いた。誰かいるんだ。来たぜ。あと一人だ。ナコネズミめ。わかりました。あ、そこにいましたか。死んだんじゃね。オッケー。あ、イグアナ行こっけ。やばいかも。いるじゃん。ん？覚えてろよ、天才さんよ。楽しそうですね。体をほぐそう。うずうずする。マジか。あれはこっちじゃねえのか。でもいるから。間違ったやつに手を出すな。治らなそうです。治らねえ。失敗したな。隠れたのか。伝説かよ。伝説は、いや、こんなとこで伝説とかうんざりだよ。俺アイテム欲しいわけじゃねえからな。どこにいんだ。伝説も下にいんのか。お前が隠れていると1秒ごとに怒りが増すぞ。あ、いいよ。尻尾を巻いて逃げたな。逃げた逃げた。てか早く出てこいよ。落ちたら死んじゃうじゃん俺。どうやって降りんだよ。おう、構造はずいいな。羨ましいよお前が。俺降りな、落ちれないんだもん。これでいいのか。また降りろっての。敵のない今度こそ。ただのかすりのすです。もうゴザーズやっちゃい、やっちゃいな。ただのかすりのすです。まだ戦うつもりか。進め。わかりました。伝説死にかけ。死にかけなら瞬殺でしょ。何持ってんの。なんだ、ゴミみたいなもんじゃん。いいものを盗めましたか。いや、ゴミ。伝説とか言ってゴミじゃんこいつ。腹立つわ。お、電球。ん？まだいるよこれは。敵が。レベルアップしちゃったよ。レベル27。ちょっと待って。役に立つのがあるかもしれない。スニーク38。これは？あ、もうないのか。忍者いくつ ?33 まだだ。クイックはこれもないや。ブリッツ20、あーと2つだ。じゃあどうでもいいやん。あ、これいける？やった。俺オートじゃないから嬉しいよ。上に上がった方がいいのかな。ああ、そこにマークがあった。
パスワード今手に入れたよ。なあおい、どこの誰だか知らないが、あの間抜け野郎が逃げたとバレるまで3分ある。このドアを開けてくれないか。ん？開けたいんだけど。ああ、ドアを開けるにはあのターミナルを発見する。ああ、分かった分かった、パスワードもらったから大丈夫。番号を取ってください。オーバーライド。よう、お前がバレンタイン。すんげえ顔だな。輝ける鎧に身を包んだ騎士よ。だが聞きたいのは、なぜ年寄りの私立探偵のためにはるばる命をかけてやってきたかなんだが。何者なんだ。言っただろ、探偵だよ。いいか、皮膚と金属部分に戸惑うのはわかるが、今はそれは重要ではない。唯一重要なのは、あらゆる困難をかいくぐって助けに来てくれた理由だ。殺人犯を追っている。なんだろう、そうだっけ。殺人犯を追っている。そいつは妻を撃ち、ああそういうことか。そいつが誰でどこへ息子を連れ去ったのか、手がかりは一つもないんだ。だが今はタイミングが悪い。まずはここをずらかろう。話はそれからだ。分かったけどさ。マローンの仲間は三人。素晴らしい。何言ってんのあいつ。地球どころで昔はもっと大物から追い立てられてたのさ。ここを見つけるまでのことだ。以前の持ち主がどうなったかは知らないが、家賃の取り立てに来ている様子はないな。まだ殺してないかもよ。こっちか、行こうぜ。止まれ、誰かが来る音が聞こえるぞ。そうか、奴らだ。どうやって切り抜ける。知らねえよ。おいディナ、その探偵をからかうのはやめてこっちに戻ってこい。奴はどこにいるんだ。どこにいんだよ。あっちだ。いたよ。隠れるなよ。してやる。約束するから。ん？お前とバレるのはあんたの葬式だ。準備運動にもなりませんでした。なんねえな、確かだよ。彼らはどこですか？どこでしょう。も汗をかいた。書こうと思ってかけるわけじゃないな。うん、トリガーマン、弾だけもらってかないと。あとは食い物。俺はいつも満タンでないと嫌なんだよ。弱いから。ワンちゃん、よし、ワンちゃん、最後のワンちゃんだこれは。うん、正面から想像しくだな。とにかく仕事は済んだ。床を後片付けするやつには気の毒だがな。このドアは故障している。開けられるか見てみろ。壊しちゃうし。ほら、できた。錠が反対側についていなければずっと簡単だったんだが。すげえなお前。誰が明かり止まったことになったか。くそ、悲しいんだ。なんか戦ってるけど、こっちは。やった。なんだよ、こんなもんかよ。多いよ、敵が。他に何か。
トン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 、ドン。やべ。攻めを追う時間だ。そうか。また階段か。誰がこのボルトを作ったんだ。ステルスボーイか何か。フィットネスインストラクターか。無駄だよ。いるはずだぜ、ここに。お、いた。ヤッホー。コネズミめ、何をしようと、倍返しだ。大したことないですね。頑張れよ。バレンタインだよ。腕が折れた。腕折った。おい。まああと少しだったな。ベイビー？ベイビーラトルってなんだ？ああ、いいね。ショーンのおもちゃだよ。音楽流そうぜ。こっちか。これ猫のあれかと思って餌かと思って。スキニーマロンと仲間はどこかで待ち伏せしている。名前は皮肉たっぷりだが、それに騙されるな。やつは危険だ。え、まだいんの？スタジオのかかったドアだ。やってくれ。よし、できた。だが反対側に大きなデカブツの足音が聞こえる。マジかよ。一歩踏み出したら何が起きても不思議はないぞ。俺機関銃とか持ってないんだよね。どうぞ。行っちゃったよ。だいたい倒してるわけじゃねえんだ。めんどくさ。一気何をしてる。不法侵入だぞ。しかも子分を打ちやがったな。おかげでどれだけ予定が狂うと思う。なかなかやるな。やられてるわ。どこだよ。一日中続けられます。おやるか。援護しろ。オッケー、飛ぶぜ。くそ。あとは痛みは感じます。いたいた。飛べるか。ブリッツ。さすが。十分すぎる。開いた穴のせいで奴は軽くなったのか重くなったのか。弾丸で多分数十グラムは重くなったかもな。そうだろうな。おやすみ王子様。ジャンプスーツもらってこ。なんだよ、伝説のトリガーマンってもう一回見せてみろよ。これ猛烈な革命騒動。ああ、いらん。お嬢さんは死んだよとダーラの両親に伝えたとしたら、かなり気まずくなりそうだな。うん、少なくとも事件は一件落着だ。そうだな。ああ、ここを出よう。はしごを使えば上に出られる。ああ、こいつはドレス取っとこう。こいつか？マロン。タキシード。フォーマルハット。オッケー。重さは？おお、余裕だ。俺？聞いちゃったぜ。あっち行っちゃったよ、あいつ。でも不吉なものにこれほどそそられる日が来るとは想像もしなかったよ。どっか助けてくれてありがとう。どうやって俺の居場所が分かったんだ。どこへ行ったか知る人も多くなかったのに。ああ、あの姉ちゃんが。秘書のエリーだよ。彼女が案内してくれた。彼女が？昇級してやらないと。さて、殺人犯を追跡したいとか、そいつが息子をさらっていたとか話してたな。いや、ダイヤモンドシティのオフィスに来てくれ。そこで詳しく話してほしい。腰を下ろして頭をすっきりさせるいい機会だと思う。うん、そこで会おう。
そこで会おう。ダイヤモンドシティで。だけど俺は、俺がやりたかったのはあいつの祖先の話だよ。いや、バレンタイン、オフィスに着いてから話そう。祖先の話聞かせてくれよ。で、帰ろ。で、面白くないよ。祖先の話聞きたいだけなの。すげえ銃だな、これ。何これ。はあ。なあ。荷物整理するか。